この番組は中央工科デザイン専門学校の提供でお送りします。参っちゃったな。この少女の名は橋本まなみ。この日まなみは生まれて初めてのラブレターをもらい浮かれていた。しかしそんな彼女に突然の悲劇が襲いかかるのだ。大変だ。薄汚ねえ手をどけろ。ブルー頸動脈打ち。ありがとうございました。陽気が暖かくなると変なやらが多い。気をつけるんだね。お名前を。純、鈴本純だ。ゼロブルー鈴本純は特命課に属する刑事である。特命課の刑事である彼には警察官としての階級は与えられていない。しかしその代わりにアーマースーツを装着し、捜査令状なしで公務を執行する特権が与えられているのだ。ここか。よお姉ちゃん、この学校の資料もないか。高校生の方ですか。はい、はい、じゃあ学校のパンフレットはこちらになるんですけど、お待ちください。気になるコースとかあるんですか。プロダクトデザインって何ですか。プロダクトデザインですか。まあ、幅広いんですけど、まあ、インテリアから家電、モバイルとか、まあ、あらゆるものの、まあ、立体物のデザインを学ぶコースになるんですけど。デテプって何ですか。P、まあ、デスクトップパブリッシングの略ですね。かっこいいですね。あ、イケメンですよね。モテそうですよね、この学科に入ったら。あ、入学するとってことですか、はい、カメラを持って、まあ、確かにあるかもしれないですね。メディアデザインコースに興味がありますか。モテるなら。じゃあぜひオープンキャンパスに見に来ていただければ。はい、よろしくお願いします。鈴本純は特命課の刑事である。したがってその正体は誰にも悟られてはならない。デジタルデザイン学科か。いろいろあるね。デテペクリエイターコース、
プロダクトデザインコース。新しいな。CG アニメーションコース。オタク文明来たる。メディアデザインコース。映像を撮る学科なのか。いいな。鈴本純は刑事である正体を隠すため、世を忍ぶ仮の姿として専門学校に入学することにしたのだ。あ、はい。僕この学校に入りたいんですけど。あ、入学ですね。ちょっと待ってください。そしたらですね、こちらに、氏名と住所を書いてください。はい。はい、うん、はい、OK です。じゃあこれで入学になりますので、明日から登校になりますから、よろしくお願いします。いや、もう氏名と住所を書ければ入学なんで。あ、はい。はい、明日からもう登校です。あ、はい。大丈夫ですんで。はい。わかりました。はい。明日のホームルーム、9時10分からですから、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。こうして、鈴本純は専門学校生となった。私、橋本まなみと言います。じゅんさんもこの学校の学生だったんですね。いや、僕は編入ということで今日からなんだ。ああ、そうなんですか。あ、そうだった。僕がこの間君を助けたことは同じだよ。 OK。 僕は特命課の刑事だ。このことを誰にも知られちゃいけない。だから君にも秘密にしておいてほしいんだ。